んにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。国境開放計画の草案が流出してしまったみたいで、今回の動画ではその内容を見ていきます。興味深いですね。お願いします。ニュースのタイトルはピーク予想がどうとかとなっていますが、今回はそのあたりには触れません。その草案によると、国境開放は2段階に分けて行われるとのこと。第1段階は9月26日から実施予定で、入国者数の上限を増やすこと、隔離と自主防疫を1人1室に改めること、空港での PCR 検査の廃止、ビザ免除措置の全面的な再開が含まれているようです。第2段階は10月10日から実施予定で、入国者数の上限をさらに増やし、入国後の隔離をなくし7日間の自主防疫に切り替えるようです。入国者数の制限が残るとなると、ノービザで入国しようとした場合に上限に引っかかって入国できないことがあるのかなど気になるところではあります。さらに入国後に公共交通機関の利用を可能にするとのこと。隔離施設までの移動に公共交通機関は使えないことになっていますが、隔離をなくす際にそこも合わせて緩和ということかと思われます。あとは団体旅行も解禁とのこと。この記事は確定事項のように書いていますが、オフィッシャル指揮官も言っている通り、あくまでも草案なので確定事項ではないはずです。若干の後ろ倒しも示唆しているようにも見えます。書かれているような緩和が行われれば、かなりハードルが下がる感じがしますね。ですね。第2段階の緩和まで来れば、ある程度長期の滞在での観光が可能なように思います。現行の自主防疫の制約では、観光という観点では基本的に何もできず、最初の1週間は潰れることになるので、長期じゃないと行く意味がありません。もしかしたら緩和のタイミングと同時に自主防疫の制約も変わる可能性もあるので、そのあたりも注目かと思います。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。